今日は本当楽しかった。ユナの話を聞けてよかったの。僕の話？うん。ユナは普段あんまり言葉で表現してくれないから。そうかな。何よ、自分だって分かってるくせに。もちろん何でも言葉にできるわけじゃないけど、言ってくれなきゃ分かんないことだってあるでしょ。そうだけど、僕はただ言葉にするのが苦手なだけなんだ。言葉にしなくたって本当の気持ちは自然と伝わるものだから。でも言葉にしてほしいの。いくら気持ちが分かっていても何度でも聞きたい言葉だってあるの。例えば？愛してるって言葉。難しいな。うん。でもその代わり、いつか必ずベニエの思いを込めた小説を書くよ。本当？うん、約束する。早く読みたいな。その小説。うん、별 하나의 추억과 별 하나의 사랑과 별 하나의 쓸쓸함과 별 하나의 동경과 별 하나의 시와 시와 いつの間に覚えたの？ベニがいつも読むたびにここの部分がなんだかよくて。별 하나의 시와 네, 知ってる？응？私たちみんな星の一部なんだって。星が爆発して地球ができて、そして私たちが生まれたんだって。人種や国籍が違ったとしても私たちは結局同じ星のかけらだってこと。不思議だね。でしょ。私たちは井の頭の星になったの。井の頭の星？うん。次のユナの誕生日はおばあちゃんの代わりに絶対に私がモンブランを買ってあげる。こまお우린밝은미래만을이야기했다일부러보지않으려했던문제가그애매함이혹은눈속임들이결국엔눈덩이가되어두사람에게덮친것이다하지만행복의최고순간에있던우리가현실의무서움을알턱이없었다그때우리는그저티없이맑게빛나는쌍둥이별이었다